どうもパティモス協会でございます。今日は暑かったですね。というわけで本日も飲んでいきたいと思います。というわけで今日もダイヤベです。これ1本1000円、炭酸水が80円ぐらいかな。まあ1週間飲んだとしたら700円、1週間1700円か。なかなか贅沢やな。まあでも2、3杯飲めるから、まあちょうどいいぐらいか。チューハイ買ってんのと大して変わらんぐらいかな。どうなんやろ。最近調子悪いね、このライト。今日も先ほど20分ほど2キロウォーキングしてまいりました。いや健康的だわ、ほんと。朝10分、夕方20分の計30分最近歩いてます。非常に健康的。毎日3キロ、1週間で21キロ。やるね。乾杯。本日はまあこれは最近よく食っておる冷ややっことで、ほうれん草をレンチンしたやつ1分半ほどね。でトマトと鶏、はい、鶏です。鶏の塩コショウ焼きみたいなやつですかね。あの買ってきたお惣菜です。いただきます。ほうれん草はレンチンしてかつお節かけて醤油かけただけ。うまい、うまい。明日ね、ご飯タコが戻ったんですけど、やっぱりやめます。明日パスタにします。明日は多分ねペペロンチーノなんですけど、ベーコンからベーコンとほうれん草と、でもペペ玉にしようと思って、これを卵と最後あえて、ペペロンチーノ卵ペタマペペペ玉、パスタ食いますわ。いつもペペロンチーノばっかり飽きたでしょ。俺は飽きひんけど、でも俺食いたいからさ。明日はペペ玉かな。まあ、ただ仕上がったところに溶き卵と、私の場合は多分チーズ入れますね。そのチーズ入れてとろみつけさせて完成って感じにしようかなって思ってます。ゴールデンウィーク明けてからね、仕事が暇で、やべえよ今月。お給料どれぐらいやろ。20万円あったらええとこちゃうか。せちがれえな。言ってる間に保険来るかな。健康保険食っから。去年ちょっと収益が良かったから、多分バカでかい金額来るぞ保険料も。年金はこの間半年分引かれてたんで、とりあえずせよ。でも、ね、最近本当ね節約してるんで、今回年金半年分切れたけど、電気代もまあ夏になってきて、水槽のヒーターもヒーター代もかからなかったから、かからなくなってきたから3万円じゃになって、今月半年分の年金払ったけど、クレジットカード引き落とし20万、いつも通りぐらい、いつもよりまあまあいつも20万最近いってないけど、前は毎月20万ぐらいいってたんだけど、まあ光熱費、電気代とかもちろん入ってますよ。この中に携帯代金とか、
あと何入ってるやろ。いろいろ入ってます。いろいろと。うん。それを踏まえても、20万円いってないから、まあ、女子かな。うん。だから今月の給料が、20万円ぐらいで厳しいな。まあ先月まあまあ稼いだからな。来月頑張ったらええか。なんかもうこの考え方もあかんのかもしれんけど。今まで仕事にがむしゃらに入れてきたタイプじゃないんで。まあだけどその点に、仕事にがむしゃらじゃなかったからこそ、こだわって生きてこれたりっていうのもあるかもしれないね、仕事にね、まあ、ダメなんですよ、多分俺金儲けに動くの無理なよね。飽きるなよ、お金儲けって。多分これ趣味とかに割につぎ込む人とか時間とか労力使う人ってわかると思うけど、やりたいことの方が優先だよね、多分お金より。でもこれの悪いことは仕事をが二の次になるから、仕事がおろそかになるっていうわけでもないけど、最低限で済ますよね。もうちょっと頑張っときゃ稼げんのにと思うところも、まあ一回、例えば YouTube が分かりやすいやん。毎日2本上げてるけど、飯食うてから上げてるだけで編集もほぼしてないじゃないですか。こんなとこ誰でも上げられるっしょ。 iPhone ですよこれ。今オープニングの映像2、3秒とジュンってやつね、最後にあのチャンネル登録っぽいやつの20秒、その動画を作ってこの iPhone に入れといて、で今これ iPhone に向かってただいま7分ほど喋り、それの最後だけカットして、このカメラを消すところのシーンだけちょっと消してカットしてね、そのままアップロードですよ。うん、金儲けに貪欲やったらもうちょっとちゃんとまともな動画撮るかもしれんけど、まあ俺としては日記やからね。だからそれがちょっと金になってからありがたいけどね。そういうの貪欲にやれないんですよ俺。もっとやろうっていう。まあ本当動画投稿は趣味かというとそうでもないからね。もう生活日記やからほんまに。日記をつけるのが趣味ですよ。いないでしょ。習慣でしょ。いやし、結構動画とかでさ、あのこの動画のクオリティのことを言われることもたまにあるけどね。うん、おっさんがだらだら喋ってるだけの動画やとか。でも YouTube っていう動画を勝手に固定観念でそういうふうに見てる人らが多いだけで、前から言ってきたこのホームビデオやから YouTube なんでね、好きに投稿したらいいんですよ。あかん？好きに投稿したら、ライトさん。うわっ！あれ？これ！どこのもんねんよ。こら！つけ！お前もう、何のこの、どこの接触不良？やっぱ叩くのが一番やな。うん、だから何投稿してたらいいんですよ。どんなクオリティが高かろうが低かろうが、高い人だから人気で出たりとか再生数が多いだけで、そのどころかが基準じゃないからね。それの方がおかしいんだろ、普通考えたら。素人投稿サイトやのに。
から、そういうのを求めてる時点でもう見てるのチャンネルとかを間違うとんですよ。俺のとことか普通の人、普通の投稿、普通に投稿してる人を見に行って、そんなクオリティが高いも求めてる時点でもうナンセンスですから、普通に考えたら、うん、普通に考えたらそんなことできる人の方がおかしいですからよっぽどやりたくて見てもらいたくて自己顕示欲が俺よりは多分高い人やと思うんですよ。多分そうやと思うんですよ、うん、俺は別にそう思わへんからだけど、ただこの間コメントでさ、ただおっさんが喋ってるだけでさ、登録者数3万人って再生数が物語ってるなって言ったって書いてあったんだけど、再生数多分俺より多いけど俺より再生されてへんって言ったら、まあいるぞ俺俺多分3万人にしては再生されてる方なんちゃうかなと思うんですよ。だって5、6000再生はされますよ。この晩酌動画でさ、2、3000再生されるんですよ。こんなカットほとんどしてないのに。あとまあやってる年数は長いから、ちょっとずつそう尻も積もればでしょ。まああなたはチリじゃないけどな、ダイヤモンドの原石やんだらは、うん、まあそういう人らが積もって大なってるけど、割に登録者数に多いぞ再生数はされてると思うけどな、うん、視聴率って 30% とか 40% とか、もう今 30% もいかないですよ。 20% ぐらいで高視聴率でしょ今テレビって。で俺の3万人の 20% で6000再生ですよ。 20% で 30% バズる、俺の中のバズるが 30% だ。1万再生いけば、もうめちゃめちゃ、すごい番組ですよ。それ考えれば、登録している人の2割ぐらいがコンスタントに見てくれていても十分ですよ。まあ、登録している人ばかりじゃないと思うけど。うん、もっと言うなら、じゃあ、お前も動画上げろや。こんな動画でも3万人いくんやからって思うよね、そういうこと書くやつ。3万人いってから言うよ、じゃあ。再生数が物語ってるわって書いてあるけど、まあ、3000、4000再生されてるけど、1000再生されても大変やからね。キャンプ動画なんてね、1000再生。ギリ1000再生ですよ。やっと1000再生ですよ。登録者数1000人もいってないし。それでも多分早い方ですよ。1年ちょっとやって、普通にやればですよ。ほんの前、コンスタントに動画上げてへんけど、1年やって、もうすぐ1000人で、大体平均1000再生ギリギリいってるか、ぐらい。それが普通なんですよ。いきなり1年で1万人、2万人、10万人ぐらいでもおかしいから、最初から知名度があるか、いかれたことをやってるか、ほんまに才能があるかやね。うん、こんな人は稀ですから、基本的に一番だからしんどいのって素人とかいうか、俺らみたいに普通に投稿してる人で、登録者数1000人までは多分1万人ぐらい多分しんどいと思うよ、うん、まあ言うたら単純に言うと収益ができるまでね、ここまで行くのが大変だと思う。まあ私俺が、うん、こんな動画で登録者数3万人再生数が物語ってるわって書いたやつ1000人でも行ってみろお前、登録者数だったら大したもんや、言うとるだけのことあるわ、うん、俺なんかポンと抜いていけ。まあただ女の子とかやったらな、ちょっとおっぱい強調すればすぐ何万人も行くからな、どんなことでもおっぱいを強調すればどんな動画でもバズります。毎回おっぱいを強調する、俺絶対一緒に YouTube やるんだ、おっぱい大きいことするわ、全然おっぱい政治じゃないけどね、絶対おっぱい大きいことを YouTube するなもんで、なんかあの俺と YouTube コラボチャンネル作りませんか、おっぱい大きい人。あ、だからパテモソ弁当やパテモソ語呂悪いな、
弁当やりませんか共有の方もね、共有の方が弁当作って今日の弁当はこれですってやってるチャンネルパテモソプロデュース巨乳弁当、あ、そうそうよ、魂の巨乳弁当っていうチャンネル作るや、誰かやりましょう、唐揚げ一択、魂の巨乳唐揚げ弁当魂の巨乳唐揚げ弁当っていうチャンネル作りたいな。毎日唐揚げ弁当作って売ってるだけ、毎日一緒、ただ服装が違う女の子のおっぱいを強調するどれだけでもいいんだろう、いつも変わらず服が変わるだけで、うん、誰かやりませんか、顔とか写し、マスクしてたらいいから、共有の方よければ DM ください、 DM か LINE ください、魂の巨乳弁当店、巨乳弁当、はい、学生に売りに行きましょう、もうそのおっぱいだけで普通にその辺の人も買いますから、もう絶対売れると思うわ、魂の巨乳弁当屋さん、やってる人が巨乳、嘘じゃないもんな、偽りじゃないもんな、おっぱいを、だって巨乳弁当屋って別に悪くないでしょ、それ、あかんのかな、風俗的な感じになるのかな、どうなんやろ、天秤屋絶対そうすんな、魂の巨乳弁当屋最高や、店員は巨乳出ないとダメね、誰かやらへんかな、1年か2年ぐらいでも十分、もうそれで畳んだら多分結構な金額稼げると思うよな、うん、俺にはないからな、巨乳は、もしよろしければ、まあ30代半ばぐらいからの人の方がいいかな、ちょっと熟女っぽい方がいいよな、片瀬梨乃的なノリのね、うん、古いわって話やな、はい、というわけでまあいいですわ、というね、柔軟を喋った、よう喋ったな、パテモス協会でございました。皆様あと1日頑張って良い週末を。ほな。